やめろ兄貴、そいつはもう意識がねえ。そんなことねえよ、兄貴はでけえ人間だ。今度言ってみろ、メンタルし、兄貴。今なんて言った。喧嘩もしたことがねえ。黙れ、うん、斧が折れた。しかも武装色の覇気を あの野郎、俺をちびった。二人馬王に。なんだあれ。兄貴、やっぱり俺叩く。せっかく生まれ持ったこの強靭な肉体にはおよそ似つかわ尺を乗っ取れば、俺の格闘センスと凶暴性がこの身のジャケット人間、動物でも怪物でも来たもののすハンク兄弟だ。要は一人じゃ戦えねえ半人前。ああ、何度でも言ってやるよ、半人前。みんな弱えな。おい、俺の弟は俺が一瞬でぶっ飛ばしてやったぜ。俺たちは兄弟一人守れんねえ。弟は修行が足りなかった。あっ、ラララランボール。弟がやられた悲しみで声も出ねえか。だが